ラーリグロミのまさこレイディオ。わさーこらさ、おーわさーこらさ、おーわ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 さ、わさーこらさ、わさこらさ、始まりました。はい、今日もわさこレイディオ、どっちゃんとぐっちゃんでお送りします。お送りしましょうしょ。どっちゃんどっちゃんぎゅちゃんぎゅちゃん、今日はな、あおもろいゲーム持ってきたんや。はやー、ムカつく擬音語ゲーム。いいな、それあんたやん絶対。もう何がや、得意の得意の得意やん。今思いついたんやで。やってみよう、やってみよう。相手を怒らした擬音語を言った方が勝ちや。オッケー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 、いっぱいありそうやな。顔が語ってる。よいしょ、行ってみよう。ほな、どっちゃんから始まるムカつく擬音語ゲーム。ゲーム？どういうこと？ちょっとわからへん。ちょっと擬音語で怒らしちゃった。じゃあこれだ、ムカつかへんな。でもムカついた、ムカついた、ありがとう、うん、はい、ぎゅっちゃ。ほえ。なあ、むかつくない。ちょっと、すごいな、あのな、すごいわ。ピーン。むかつく。むてつみようよな。それ、はっきり言ったら、ピエンなんだ。そう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 。わかるよな。ぽいちゃま。ちょっともう一回ちょうだい。ボーイカマ。なんて言ってんの。ボーイ、ボーイカマ。ボー。擬音語やから。そうやんな、そうやんな。シェー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 。ちょっと。大丈夫。ちょこれ。もう、やばい。うん。3連発いってみて。3連発？うん。ワンカンパン。ちょっとでも可愛くなったな。そうやな。うん。ズンボニャポーン。ホイーン。完璧です。あの、ほんまにうちさ、頭蓋骨痛くなんねんけど。どっから出てんねやろ、これ。苦いこと。これ、マジで牛さ、なんかさ、アニメとかのさ、った昔のアニメとかのさ、ほんま全部効果音口で当てれこ、アフレコしてほしいわ。うち、そういうの得意やと思うわ。うん。うん。すごいな。気持ち悪い生き物の、なんか声優とか、うん、仕事こうへんかな、思ってるもん。あるかもな。うん。絶対ヘムヘムうちの方が可愛いもん。いや、でもマジで、ヘムヘム本家聞いた時に違和感になったもん。ずっとギョのヘムヘム聞いたから、こんな低いねんなと思って、うん。ヘムヘムのメスの時、うち呼んでほしいね。ヘムヘムいるやろ。おる？おる。確か。ほんまに？確かおるで。おる？な、確か。あ、おらんけ？見たことないよ、ヘムヘムの。リボンつけてへんけ。それ、大体のキャラクター、リボンつけて相方おるんだけど。ヘムヘムがデレデレしてるさ、うん、回なかったっけ？ほんま？ちょっとでも、まあ、あるやろな、大体だ、なんでも。じゃあもう、に行きな、最後にとっておきのムカつく擬音語、二人で同時に言って終わろうか。ちょっと待ってな。うん。ちょっと待って。まあ、擬音語はもう考えるもんでもない。わかったわかったわかった。うん。うん。せーの。ぷいや、そうしもい。え？ぷい？ムカつく、負けた。負けた。一番。シンプルに言ってもと。そう。もう一回言って。あ、今の、うん、にーん、にーん。ほっ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 ほ。短。また怒られるぞ。やばいぞ。どうしよう。どうしよう。わかった、うん。じゃあ、かわいい擬音語対決しよう。これやったら。
そうね、うん、うちは負けるかもしれない。擬音語、可愛い擬音語やから。可愛いもいろいろもんな、それこそ。うん、もうスタンダードでいいよな、可愛いやから。うん、行くで。うん、これ聞いてるみんなに見せたい。あのな、言うまでのなんか右に左に首をカク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 なんか顔した末に、なんか梅干し食った時みたいな目して。解説せんでええねん、解説せん。なんかちょっと歌舞伎のあれやるんか思って。絶対に可愛かったよな今な。音だけ聞いた声が、なんか映像見せたらもう大笑いでましたね。音声で勝負してるから今。いや、はい、もう。それムカつくねんけど。ちょっとさ、ムカつくねんけどそれ。これあがピカチュウパクってんけど、ピカチュウ言うたらあかんかな思って。うん、そうか。ヒヒになっちゃう。イントネーションが関西のピカチュウやねん。可愛いってむずいな。可愛いの難しいな。でもまあもう逆の逆を言ってもいいもんな。あ、そうそうそう。うん、ほえい、あー、意外とありかもな、うん、これぐらいやったらなんかムカつきもせんし、うん、ずっとおったら可愛く見えてくるやろ。確かに。ほえい、ラインやな、それラインこれかライン似てんなほんまに。ちょっと待って、あ、ムカつくわこれ絶対。ちゃんとごめんごめん、もう一回。いいよ。むかつくむかつく。それで お手本見したるわ。ピヨやったこうや。ピヨ全部それ全部あのトゲピーみたいなさ。ピヨ負けるな、意外と。いや、顔しげそうになってるから、ちょっと。しげそうなんやと思ってんの。マルコとおじいちゃん、うん、いや難しいな、かわいいやつ。かっこいいのは、あ、かっこいいのはもう簡単やって。かっこいい擬音語ゲーム、うん、はい。そう、うおー、来ましたね。肩鳴らしてからの首、そう言うて首の解説いらんねん。おー、いいな、うん。それ別にアクションなくてもいけるやろ。でもさ、シュッシュッだけやったら記者かもしれない。まあまあ、やっぱりこう、確かに。シュッシュッ、なるほど。何それ、排水口の。排水口の。勢いのええやつ。かっこいい、そうやな。勢い。っていくやつはな、うん。気持ちええやん。スコッ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 、まっすぐ行くってな、うん。うん。なるほど。かっこええ。やつら。そっほっへっはっどれかにしてから来いよ。試すなよ、妖怪も。ちょっと止まらへんくなっちゃってさ、どんどん出んねん。おならみたい。どうしよう。おならみたいとか、捕まっとって。やだ。いやー。はい。いや、かん、いや、今のめっちゃみんな不快やったと思う。すごいやか。あかん。何が。あかん。そんな電波に乗せたら嫁入り前の女子がダメよ。鼻すすっただけよ。汚いよ。不快よんって言うね、そういうの。これ、ショーンが聞いて不快やったらカットしてるけど。そうやね。これ使われてたら、うん、ショーンがかっこいいと思った。うん、そういうことやな。うん。かっこいい鼻のすすり方で。あるか？かっこいい鼻の。な？そうよ！え、なになになに？それ鼻のすすり方？かっこいい。ごめん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 。鼻すすった今。めっちゃかっこいいで今の。鼻すすった。全然気づかない。鼻すすった。今の。ほんま？うん。やるやん。そうよ！今返したやん。すすったな今。あかん。やばい。うん、ちょっと顔やめてて、顔ほんまに、顔ほんまに口からビーム出すイメージで今やってて、うん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 、
ゃうな。で、なんだかビーム出してよ、口から。おーあ、ちょっと待って、これはあかん。あかんねん。もっと。ちょっとでも、よく内縁の人に怒られんな、これはな。うちが今からやりたいことは。そうか。口からすごいレーザービームが出る。ほんで、野外でやろうか。野外でやろう。全力でできる。うん、やろう。まあ、家の中やとこんなもんでしょ。そうですね。みんなもぜひ、これはね。どれがお気に入りやった？自分の、ぷっ、へっ。結構気に入ってるかも、私はね。やっぱり私は、うん、にーん、にんみん。はい。これはいいですね。ね、これですわ。こんなことしとったら10分も経って。10分間もみんなこれ聞かん。どんな気持ち、うん、だからもう、ショーンさんおらんかったら、もうこんなことしかできんから。ね、もうほんまに、アホしちゃう。ショーンが悪いから。確か。ね、うん。ショーンが悪い。そうしよう。うん。ショーンが悪い。悪い。ほほほほほ。ほなみなさん。わちゃこらにん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 。